岸田総理大臣は処理水の海洋放出を前に福島第一原発を視察しました。明日にも全漁連会長らと面会し理解を求めます。安全性の確保や風評対策に関する取り組みについて、東京電力においても会長社長の真摯なリーダーシップのもと会社を挙げて緊張感を持って万全を尽くすよう求めました。岸田総理は福島第一原発を訪れ ALPS 処理水の設備などを視察しました。全国漁業協同組合連合会の坂本会長とは早ければ明日にもお目にかかりたいと述べ懸念に継続的に寄り添う考えを示しました。政府はあさってにも関係閣僚会議を開いて具体的な放出時期を決定しますが岸田総理は今の時点で申し上げることは控えると述べるにとどめました。